これしかないかな。見ればわかるでしょ、もう。KK か。違うよ。KK だよな。違うよ。何言ってんの。シングこれと話すの。違う。ありがとうなとか言ってね。あれじゃない。あの、寒いやつ。そうそうそう。違うんだよ、そんなことないよ。あれか、あれよ、僕がひたすらボケ倒すやつ。いいじゃん。あー、それ欲しいね。いや、そう、いいんだ。マジで、やらしてくれよ。そういうことじゃないの。え、でも俺も髪切ったよ。いいんだよ。MC 上手くなったのよ。関係ないからもう。やるよ。え、もうあれしかないから。ザジャン、ザジャン、座席じゃんけん。やっぱ座じゃんよ。ねえの、そう、ねえの、もう4月に突入しますよ。はい、始まる。歌舞伎始まるから、うん、あの新橋演舞場でね、僕らの毎回使ってる楽屋の座席、うん、これ例年だと早い者勝ちみたいな感じだったけど、それ不公平だと。そう、ね、そう、なるほど。みんなでじゃんけんして、はい、勝った人からもう好きなとこ座ればいいじゃん。勝った順に決める。勝った順に。あれ以上はさ、うん、1列だもんね。そうね。ちゃんと綺麗に1列だよ。これですよ。なかなか大事よ、この時代。で、あのほら、席によってはなんかちょっとこう階段から近いとか。持ってきやすいから、ね。結構そのまあまあ1ヶ月間ありますから。そうですね。横なんか絶対端がいいでしょ。端がいいもんね。毎回端だもんね。いきますよ。いいな。みんなね。掛け声ある。あ、確かに。あ、思いつきました。何何。いや、やっぱさ、あれですよ。一人でやってんじゃん。何聞くよ。どうすっか。思いつきましたって言って。あ、思いつきました。シンプルにじゃあ。シンプルイズザベスト。せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。おいー。あいこでしょ。あいこー。最高でしょ。やったーやったー、マジだな。最初はグーじゃんけんぽい。シャーこんなあんまなんかどこでもやらないから別に変わらない。なんかまあ、初めてこんなやることだよ。いやー、どうしよっかな。まあまあまあ勝ちましたから、はい、じゃあ僕は一番、おざーすって言って、一番近くの一番端。あ、一番左だ。一番左だ。タックの隣でもいいかなって思って。確かに。まあ、欲の旅に開けといてあげたいっていう気持ちもあるんだよな。なるほど。そんなにさすがの。どっちがどっちがいい。あ、影の隣よ。じゃあ、俺の旅に。なるほどね。でもなんか俺、割とね、毎回端だから、逆に今回はちょっと挟まれてみたいな。逆にね。そう、だから隣にするわ。おお、よし、いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。さあ、マジックでもいいですよ。実は俺端はやな。あ、そうなんですね。そのタイプっぽいわ。端はや。1、2、3にするわ俺。おお、じゃあ最初はグー、じゃんけんぽい。うわあ、マジ勝ちましたよ。でもなんか分からないよ。よく分かんないな。笑い好きだから。いや、もうボケさせてくれよ。じゃあ分かった。そこまで言うんだったらちょっと胸キュンセリフ言っちゃう。それだけ。そうだよ。勝ったの。あったけど、今嘘ついたんだから。最初の最初のね。あ、やったら、スパイクの隣に来てくれるんだって思ったのに。いや、でもそれはやっぱいいやってなっちゃったから。ガチね、ガチねっつな。寒いのやめたな、お前がいつも言う。おぉ、オーケー、マジでキュンキュン出してお願いします。好きだよ。なんか俺もちょっとキュンキュンした。キュンキュンだった。なんか、ね、一回なんか目を背けた感じとかなんか。俺とは横の間が今3つ空いてる。じゃあ、いっちゃいっちゃい。スパイクの隣に。すべてのものを借りてなかった。
結構練習してもらってるんですよ。あと新たなやつなのに、そうくん借りていいって言ってた。かわいい。彼は分かってないから。自分の子供。そうか。めっちゃ受けるんですよ。自分が持ってるわけないかも。そう。なんか新たな隣行きそうだしさ、ね、うん、結構じゃんけんするよ、あれこれなんかね気持ち変わるかもしんない、勝ち負けで、うん、最初はグッ、じゃんけんぽい、あいこでしょ、おお、俺こんな負けたの久しぶりなんだけど、ね、初めてだからこいつなんか負けたのに嬉しいねどっちじゃんってね、変わんないでしょ結果は。俺いつもやっぱりさ、横原にお世話になってるじゃないみたいな。お世話になってる、ね、だからそれをもう変えようと、うん、もうあなたの面倒見るのは港にするちょっと荷が重いな。よくお前にするわ。港はさ、間に俺がいたってさ、こう、まあ、私ね、うん、空中でやるでしょ。空中されました。久々に見た。なんか大好きなの久々に見た。いやいや、それはもうだって思んな思んな。ここは順番で言うと、俺ここ、あ、俺がここいて、あ、俺こう来て、あらた、あらた、みなと、みなと、がいちゃん。あ、じゃあ結果的に横になったってこと？お、そうです。違う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 、ぐるってしてるから半周、地球半周、反対側もあるわ。だから実はそこが一番近いんですよね。目見て言ってもらっていい？分かってない、分かってない、分かってない、みんな分かってないよ。実はね、直線距離だとね近い。そうよ、目見て、目見て。